隊したきっかけは、学生時代何をしようか仕事悩んでいた時に海を見ていたら、たまたまそこに自衛隊の船があり、最初は興味がなかったんですが、いろいろ調べていくうちに自衛隊だということが分かったので希望しました。はい、職種は水中処分員という職種です。仕事内容については、海底にある機雷、海の地雷と呼ばれるものを自分の体一つで爆薬を設置して処分する仕事です。はい、海上自衛隊は、海をメインとした仕事になっています。船でいろいろなところに行き、いろいろな経験ができるので、ぜひ海上自衛隊を希望してください。